はいどうも、今日はねゾンビアイランド2というゲームをプレイしていきたいと思います。あ、もう新しいプロフィールから作成ね。これをなんか4人までだったらオフラインでも友達とかとね遊べるわけですよ。どうすればいいんだろう。進み方が分かんない。あ、これで閉じんのか。Your position is marked on the map. Yes. あ、で、これでびっくりマークがあるとこに進みましょうよみたいな感じね。あー、こういうチュートリアルをまずこなしていきましょうよみたいな話かな。選抜試験にチャレンジしてもらいたい。飢えた非菜食主義者、ビーガンの反対ってことかな。まあ、ゾンビのことですよね。でもこういうテキスト今回飛ばしてきますわ。あのストーリー性メインのゲームじゃないんでね。要はゾンビから生き残りましょうよみたいな。まあ楽しい感じだったら今後もねこのゲームやっていこうかな。おー、倒した。あ、このバットが武器か。ゾンビを5体倒すのと薬効ハーブを2つ作れみたいな感じかな。あ、これね、これを取って、あ、もう取った時点でいいのね。これ後ろから切るとかはできないのかな、ステルス切るみたいな。まあ今思い切りもバレてると思うけど。あ、いいじゃんいいじゃんいいじゃん。武器や救急キットなどで上質なアイテムをクラフトすることができる。なんかウサギさん殺したくないな。どこ行ったウサギ。回避とかないのかな。うん、まあなんかやってる感じ、操作は分かりやすいね。なんだこいつマジで。クソが、目のせいでノーダメージクリアできないじゃねえかよバカ野郎。んで、あ、ミッション達成でこれで戻れるんだ。いいんじゃない。じゃあ、あ、ウサギ、うん、ようこそ。なんかここ地下シェルターだったような気がするんだけどな。恐れることはない。次これか。最初の街行ってみましょう。さて、これで我々は友人同士となったわけだ。私のささやかな避難所のドアを開けて君を迎えで、あとは面と向かって自己紹介するべき時が来たね。おお、すごい、街来た街。DIY ストア見つけろ。おお、いいね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 。布を切れ。いいよいいよ。え、めっちゃ出てきてるゾンビ。怖い怖い怖い。チョコバーだって。おいいね。コイン、あ、こういうところでさ時間をかけてアイテム収集しちゃうんだよね僕。まあ長くなったらカットします。いいね、体を殴っただけで死んでくれるゾンビ。もうそれあんまりゾンビじゃないよね。あ、なんか今キルって出てたけど、なんだろう。
布切れ取っときますか。すいません、誰かいらっしゃいますか。怖い。 いいね。声がいいね。声がゾンビらしくて。何もないね。ここじゃないのかな。いやー、なんかサバイバルチックになってきてますね。今リアルでもね、動画のために窓を閉め切って、なおかつエアコンとかもつけてないんで、汗だくですよ。まさにサバイバルと同じ状況。ミッション更新？コンビーフの缶詰はゲット。水が入った瓶もゲットしなきゃいけないのか。で、DIY ストア見つけろと。あ、なんか、切るってボタン出るけど、タイミングがシビアですね。おー、おー、かっこいい。うろうろしてきましょうか。でもこれ、誰かね、友達とかとやったら楽しいかもね。まあ、ヨーダとはやりたくないね、あいつはマジで。本当に積んだんだ、あいつのせいで。痛えな、おめえ。なんだ、お前はよ。なんだったんだ。ちょっと、あんま分かってないわ、本当に。ブロック？アルミ缶？まあ、まだまだ全然体力的にも余裕があるんで。ここ登れないと。DIY ストアどこ？ DIY ストア。あ、はい、はい、はい。マジで汗だく。サバイバル。サバイバル、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 サバイバル。車がこんだけ荒廃するってことはですよ。まあ、この世界が週末になってからもうしばらく時が経ってるってことですよね。どんぐらい経ってんのかね。1年ぐらいかな。いや、てか、そんなクソどうでもいいんだよ、話は。ここがいつどうなったかなんて、ぶっちゃけ。クソほどにも興味なくて。オイルの瓶？オイルの瓶ってな、何？マジで。こういうのはどうやって取るんだろう。こっち？本当にね、極限状態、今。こっちにはいけない。うるせえ。これさ、まだ今は敵が弱いからいいけどさ、今後、これじゃきつくない？なんか本当に無人島みたいなとこが舞台だったのはワンだっけか。あ、ここじゃない？やった。これでも、もし5年前にやってたら、くっそ長え動画になってたよね。よかったわ。なんか編集とかするようになってからもう一回やり直せて。何十分、30分、40分さ、俺はバーみたいにこんなとこうろうろしてるのを見て、あ、ずっと見たいって思わないもんね。なるべくやっぱ、トントン拍子でやってほしいって。
見てる側は思うと思うんで、ミッション達成と行きましょう。で、またここに話すと、オイルを見つけてきたな。ハッチがいたら入ってこい。あ、で、この中入るのね。なんかいろいろあるけど、今喋ってた人と絡みに行くんじゃないの？こいつでしょ。コバック。あ、で、またなんかこなしていくみたいな感じか。話が長くて分かんなかったけど、いいでしょ。おお、街じゃない。あ、俺がさっき言ってた島みてえなのってのはここかな。なんか癖ですげえ罰をしちゃうんだよな。で、ゾンビ殺したんですけど、あ、ロープ。ロープをあと二つと、布切れ。布切れさっきめっちゃ取ったやん。あれじゃあかんのか。布切れ。あ、めっちゃある。あ、布切れ。あと2つか。あ、なんかいい感じなところにいますね。OK。 気持ちいい。登れないんだ。なんで？で、これ本当に登れないのかな、こういう段差。マジでジャンプないの？有識者の方いたら教えてほしいわ。ほら。かっこいい。めっちゃ落としない？出待ちしてたゾンビのくせに。あった。 OK。 鹿、まあ、俺動物愛護主義者だから鹿はいいや。じゃあここにチェスト作ろうね。無駄に2個作っちゃったね、本当に。これ2個いらんやろ。はい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 、いいんじゃない。なんかシンプルで分かりやすいわ。ん？必要キャンプレベル 2？ 何必要な。あ、ゾンビとか買ってこいってことか、これ。ん？なんだこれ。ん？脱水症状、今の俺やん。渇きがあまりにひどいと、視力に、あ、それはコンタクトしてるから大丈夫だけど。なんかあんの？そういう。水？缶詰とかじゃダメなんかね。 L1 で使用。あ、水分と食い物じゃ違うっぽいね。え、水汲んでこいってこと？やばくね。すいません、僕の方がね、もう脱水症状になりかけてやばいんで、今日は一度ここで終わります。まあ、また次回ね、やるかわからないですけど、
よろしくお願いします。